大抵の日本人は毎年夏になると故郷の町に帰り、先祖の墓の前で両手を合わせる。そしてご先祖様の霊を慰めたり、また自分の近況を報告する。私もその大多数の日本人の一人として、毎年お盆になると生まれ故郷に帰り、亡くなった両親の墓に両手を合わせていた。しかし今年のお盆は、帰ろうかどうしようか私は迷った。それは2011年3月11日、私のふるさと福島で原子力発電所が地震と津波の影響で爆発し、セシウムという放射性物質が周辺に流れ出たからだ。そのセシウムは風や雨に流され、福島県全体へ、いや福島県だけではなくて東日本全体へ広く流れ出た。しかし 2,3 日よく考えてから、セシウムは乳幼児や子どもの将来には悪影響を与えるが、初老の自分には悪影響はないと私は信じた。そしてお盆の前日、新宿駅から深夜高速バスに乗り込むと、仮眠をしながら夜行バスに揺られ、私はふるさとの町に朝早く着いた。そして実家へ向かうバスに乗り換えると、窓から外をぼんやり眺めた。そこには今までと何も変わらない朝の田園風景が果てしなく広がっている。その日、私は兄の家に泊まった。そして翌日、兄の子供たち、老いたち三人を連れて散歩に出かけた。するとその途中、
その一人が突然叫んだ。あ、ガラスバッジ忘れた。取ってくるよ。その甥っ子は走って家に帰り、胸にガラスバッジをぶら下げながら戻ってきた。福島では、子供たちが外出するときはいつでも胸にガラスバッジをぶら下げることになっていた。後でガラスバッジを集め、その中に溜まったセシウムの数値を調べるという話だった。私たちは土手をぶらぶら歩いておしゃべりをしながら、広々とした河川敷の中へ降りていった。しかしその公園には、私の甥っ子以外に子供たちの姿は見られなかった。普段は大人たちが子供や孫を連れて一緒に遊んでいるのだが、その日は私たち以外に遊んでいる人は全然いなかった。多分子供たちは放射能汚染を避けて家の中でテレビを見たり、ゲームをしたり、漫画を読んでいるのだろう。というのは学校の先生が子供たちに外ではあまり遊ばないようにと指導しているからだ。しかし、甥っ子たちは久しぶりに外に出たせいか、思いっきり走り回った。子供たちがガラスバッジを胸にぶら下げながら芝生の公園で私と鬼ごっこ、私と鬼ごっこ、ああ。
空がだんだん曇ってきたので、子供たちを連れて急いで家に向かったが、途中で少し雨に濡れた。軒下では猫も体を丁寧に舐めていた。原発のすぐ近くに住んでいた住民は強制的に避難させられたり、また自分の家を自主的に離れたりして遠くへと引っ越したのだ。特に幼児や赤ちゃんを抱えた若い親たちには遠くよその県へ引っ越す人もかなりいた。だが老人たちは裕福であってもなくてもよその町や村に移り住みたくはなかった。今さら新しい町や村に引っ越して、新しい方言や習慣を覚えたり、新しい人間関係を作るのが何よりも面倒だった。それに慣れ親しんだ友達や近所の人たちと別れるのがつらかった。避難しろと言われても、自分の老後を自分の村で平和に過ごしたい。福島の老人。その夜遅く、私は兄と二人だけになって放射能汚染について話し合った。その時兄から聞いた話はとてもショックだった。それは原発の近くに住むある酪農家の話だった。私は翌日念のためにいろいろな雑誌を読みながら彼の事件を詳しく調べてみた。それは次のような内容だった。福島原発の近くに小さな村がありました。そこである酪農家がフィリピン人の妻、二人の息子と一緒に平和に暮らしていました。彼は40頭の乳牛を飼いながら妻と二人で毎日一生懸命働き、二人の息子にも恵まれたので、家族みんなで幸福に暮らしていました。ただ、子供たちがまだ小さかったので、その生活費をなんとか稼ぎ出そうと思い、借金をしながらも新しい作業場を建て、酪農の事業を拡大し始めました。そして小学校に入学する息子のために新しいランドセルを買い、4月の入学式を楽しみにしていたのです。ところが3月11日に地震が突然起き、津波が押し寄せ、その影響で福島原発が爆発したのです。原発から漏れ出たセシウムは毎日毎日雨風に流され、村や田畑や森林を音もなく静かに汚染していくのです。その汚染は目で見ることもできず、耳で聞くこともできず、鼻で嗅ぐこともできません。そして彼が毎朝与えていた餌に原因があったのか、それとも飲み水に原因があったのか、よくわかりませんが、セシウムが牛の体の中へ入っていきました。その結果、牛たちの牛乳にはセシウムが含まれてしまい、牛乳が出荷できなくなったのです。だからその酪農家たちは牛乳を毎日毎日捨てなければいけませんでした。
さらに牛だけではなくて子供たちも放射能に汚染されることが分かったので、彼は妻と息子をフィリピンへ避難させたのです。その結果、あんなに楽しみにしていた息子の入学式を彼は見ることができませんでした。でも家族の生活費を稼ぐために彼は一人村に残ってまた酪農の仕事を一生懸命続けたのです。それでも牛乳に含まれるセシウムの量は一向に減らず、ついに酪農の仕事を諦め、自分も家族と一緒に暮らそうと思い、フィリピンへ出発したのです。しかし、フィリピンに行っても、彼は英語もタガログ語も話せなかったので、仕事を見つけることができませんでした。それで結局、彼だけが一人、日本へ帰ってきたのです。でも牛も、家族も、村の中にはもういません。彼は根っこをなくした一本の木のようでした。ある日の午後、兄の家族みんなと一緒に近くの湖へドライブに出かけた。でもそこには観光客がほとんどいなかった。やっぱりセシウムの影響だろうか。いるのは地元の土産物屋の店先で退屈そうにしている親父さんやおばさんだけだった。私は土産物屋を覗きながら日焼けした親父さんに話しかけてみた。今年はお客さんが少ないですね。親父さんは身を乗り出して喋り始めた。まったくだ、ここら辺は基準値以下のセシウムなのに、みんな来なくなっちまった。これ、風評被害だべ。でもね、微量でも将来、子供や赤ん坊に癌の影響を与えるかもしれないんですよ。すると親父さんの日焼けした顔がムッとなり、こわばった。国が大丈夫だって言ってんべ。私は土産物屋のベンチに腰を下ろし、ゆっくりと話し始めた。親父さんは人を信用する本当にいい人ですよ。でも国を信じすぎますね。自分の子供を守るためには国が言うことあんまり信じちゃいけないですよ。子供に症状が出てからじゃ遅いんですよ。だから子供がいる親たちは福島の観光地避けてるんですよ。福島の食べ物避けてるんですよ。バカ野郎、何言ってんだ。そんじゃ福島の子供はどうすんだ。俺たちの子供はどうすんだ。セシウム入った野菜毎日食ってんだ。それで将来がんになったらどうすんだ。その気迫に圧倒され、一瞬黙り込んでしまったが、私は意を決していった。そう、そうなんですよ。でも何とかして福島の子供も一緒に助ける道を探さなくちゃいけないんです。福島の子供だけ犠牲にしちゃいけないんですよ。福島の子供をがんの実験材料にするわけにはいかないんですよ。おじさんは、顔を輝かせ、にっこり笑った。そうだ、そうだべ。でも、その後、すぐに眉をひそめた。でも、おめえさんはどっちの味方だ？福島か、それとも都会か。私は静かに答えた。
両方だっぺ。おら、福島で生まれ、高校生まで18年暮らしただ。今、都会に40年住ってっから、どんちの気持ちもわがんべ。親父さんは、私の福島弁に驚き、そしてにっこり微笑んだ。そうだ、そうだべ。おめえさんの言う通りだ。福島の子供、がんの実験材料にするわけにはいかね。絶対にいかね。でもな、どうにもできねえんだよ。自分の子供がセジウム入りの野菜食ってんのはよーくわかってる。でもがんになるかどうかはわからねえ。誰にもわからねえ。時間が経ってみねえとわからねえ。わからねえから信じるしかねえ。子供が癌にならねえように、ただ信じるしかねえ。祈るしかねえんだよ。親父さんは湖の方を眺めた。湖の青い水面はいつもの夏と同じように銀色に輝いている。地元の人たちの方言もいつもと同じように素朴に響いている。みんな去年と同じままだ。それなのに、湖で泳いでいる子供たちの姿が見えない。子供たちの歓声が全然聞こえない。返せ、返せ、福島を返せ。湖を眺めていた親父さんは、私の方を振り返ると大きな声で言った。信じることはいいことだべ。でもな、信じてばっかりじゃダメだべ。ぼんやり信じてる暇なんかあったら、働いて金稼いで毎日子供に飯食わせないとダメだべ。彼は爆笑した。私は苦笑いしながらも念を押すつもりで言った。でもね、子供にはセシウムが少ない食べ物あげた方がいいべな。ああ、そうだべな。子供や孫は一生がんのこと心配しながら生き続けんだ。やっぱりつらいべ。それに発病したらもっと大変だべ。俺は先祖代々丈夫な体引き継いできたのに、俺の子供の代からがんになっちまったら、俺はご先祖様みんなに土下座してお詫びしなければなんで。そんなことになったら、やっぱり俺の責任だべ。親父さんは真夏の西日が差す地面をじっと見つめた。いや、そんなことないですよ。責任なんてないですよ。私は強く言った。ああ、でもな、どっちかというと俺の方に責任があるんだよ。いや、ないです。ご先祖様にも、子孫にも、責任なんか全くありません。私はさらに強く言った。彼は顔を上げると、しばらく黙っていたが、ぽつりとつぶやいた。ありがとさん。私は、微笑みながら黙ってうなずいた。そして言った。ああ、悪いけど、もう帰んないといけね。親戚のみんなが、車のとこで待ってんだ。ああ、どうもどうも。今日はかなり突っ込んだ話ができて面白かったな。俺の方も面白かっただ。
じゃあまた来年の夏も来るからな。え、来年の夏も来てくれんのか。ああ、もちろんだべ。ご先祖様のお墓参りがあっからな。毎年お盆には帰ってくんべ。じゃ、まだ来年の夏な。ああ、ありがとさん。じゃ、また来年の夏な。私は軽く手を振って湖を後にした。やがて多くの親と学校の先生、そして村や町役場の職員が立ち上がって放射能の除染を始めた。まず最初に子どもたちが通う幼稚園、小学校、そして中学校のグラウンド、そして通学路から除染を始めた。それから自分の家の庭、樹木を除染した。できるだけ多くの住民が参加して、自分たちのふるさとの土をきれいに掃除した。しかしせっかく道路や田畑を除染しても、山のセシウムが雨水と一緒に道路や田畑に流れ落ちてくるので、何度も何度も除染しなければならなかった。また、これからふるさとの町に帰って元の生活ができるのかどうか、またよその町で新しい仕事が見つかるのかどうかわからず、深刻な問題がたくさん残っていた。しかしその反面、日本はもちろんのこと、世界中からボランティアの人たちが助けに来てくれた。またたくさんの救援物資、義援金、そして歌や絵までも福島に送られてきた。その結果、福島の人々は世界の中で孤立するどころか、今まで以上に世界中の人たちとつながり始めた。そしてその優しい心遣いは、暗い絶望の中では、かすかな光のように感じられた。米も野菜も、猫も人も、生きとし生けるもの、みんなみんな、みんなみんな、みんな復活しよう、よ。福島原発が爆発するまで、この 5,6 年間毎年4月になると、私は原発の近くにある三春へ行っていた。そして原っぱの真ん中にポツンと咲いている滝桜という大きな大きな桜の花をぼんやり見上げることにしていた。薄紅色のしだれ桜は名前の通り滝のように華やかに咲いている。そして暖かい春風になびく姿は、ただ華やかなだけではなくて、青空を背景にしているせいか、すがすがしく爽やかでもある。私はただ眺めるだけではなくて、木の下で団子を食べたり、お茶を飲みながら、
2時間ほどのんびり過ごす。そしてなぜか来た時よりも元気になって、私は東京へ帰っていく。それが私のいつもの習慣だった。ところが今年の4月、私は三春へ行かなかった。3月に起きた原発事故に動揺し、私は三春へ行かなかった。そのせいか、滝桜に何か悪いことをしてしまったような、罪悪感のような気持ちを私はこの4ヶ月間感じ続けた。だから来年は必ず行く。行ってあの滝桜に会い、お詫びをするのだ。そしてまたぼんやり花を見上げ、滝のような生命力をもらい、私も復活するのだ。そしてこれからは毎年4月になったら三春へ行き、滝桜に会い、たった 2、3 時間だけれど一緒にのんびり過ごすのだ。確かに福島の原発については未解決の問題がまだたくさん残っている。それを解決するにはあと何十年、いや何百年かかるかもしれない。しかし滝桜はその間も生き続ける。復興のシンボルとして福島の人々と一緒にあと何百年間も生き続ける。人間が大切に面倒を見れば滝桜はあと千年は持つ。そして放射能汚染が完全になくなった後も滝桜は三春の土地に生き続け、毎年春になったら滝のような花を青空に咲かせ続けるだろう。もちろん千年後に今の私たちはみんな亡くなっている。しかしその代わり、私たちの血を受け継いだ子孫たちがこの滝桜を見上げている。またいつか